グレーンは、ヤードポンド法における質量の単位であり、正確に0 0 6 4 7 9 8 9 1ムである。グレイン、ゲレインとも書かれる。ヤードポンド法の質量の単位には3種類の系統があるが、現在では、グレーンは、どの系統でも共通して同じ質量であり、常用ポンドの正確に7000分の1、トロイポンドの正確に5760分の1で、 ある。日本の軽量応報体系では、グレーンは限られた用途にのみ使用することができる。グレーンは、もともとメソポタミア地方において、大麦の穂の中央から取れた種一粒の重さとして定義された。今日でも、グレーンには、穀物という意味がある。かつては、ポンドとグレーンとは別々の単位であり、その換算値は様々であったが、1574年に、 商人と金細区職人からなる委員会が調査して、1常用ポンドがほぼ7000グレーンに等しいことが確認された。その後、1758年の法令によって1常用ポンドイコール正確に7000グレーンと定められた。1959年7月1日以降、1グレーンは正確に0.06479891グラムである。これは、 英米などの6カ国による1958年の国際協定で常用ポンドが7で割り切れるように 0.45359237kg と定義されたからである。この国際協定で定義されたポンドは国際ポンドと呼ばれている。今日ではクレーンは弾丸や火薬の質量を測るのに用いられている。以前は錠剤の質量の計量にも用いられていた。 近代の硬貨の両目の単位としても用いられた。例えば1871年に制定された進化条例では、硬貨の両目をグラムとグレーンで平気しており、中でも貿易銀はグレーンを基準に両目を定めた。真珠やダイヤモンドの質量の計量には、メートル方グレーン、または真珠グレーンという単位が用いられる。これは50ミリグラムに等しい。グレーンの単位記号は、 グレーンである。日本の軽量法体系でも同じである。ありがとうございます。